武田塾高田の参考書だけで合格点を取る方法。今回は2017年青山学院大学国際政治経済学部の英語の勉強方法について話していきたいと思います。青山学院大学国際政治経済学部の英語、試験時間は90分間で、配点は150点満点の試験になります。大問構成は全部で6題出題されています。で、こちらの入試問題ですけども、かなり、独特な傾向になっていまして、でしかも難易度がかなり高いです。ではそれぞれの大問ごとに、説明をしていきたいと思います。まず第1問目に、これは比較的短めの文章なんですけども、その短めの文章を読んだ後に、95字から105字の間で日本語でその内容を説明する、つまり要約の問題が出題されています。これはまずそのなかなか対策が難しいところになるので、具体的な対策方法としては、やっておきたい英語長文や、毎年出る品質英語長文などに要約の箇所が載ってますので、自分でその英語の文章を読んだ後に日本語で要点を整理していくっていう練習が、重要になってきます。もうこちらは日頃の英語の長文を読むときからそういうことを工夫してやっていくようにしてください。で、第2問が、これも、そうですね、自由英作文問題になってまして、60字で、その与えられたテーマに関して記述するというような内容になっています。なので英作文、ハイパートレーニング、自由英作文編などの参考書を使って自由英作文の対策をしていってください。まずそのいきなり書き始めるのではなくて、最初どんなテーマについて書いていくか、自分の主張をどこに置くのかということを整理して、日本語である程度書く内容をまとめた上で書いていくということが基本的なスタイルになりますので、自由英作文、ハイパートレーニング、自由英作文ハイパートレーニングの自由英作文編などを使って英作文の書き方を学んでいくようにしてください。で第3問目が、これも一般的な英語の長文問題になります。で分量が多い試験になりますので、要点を、素早く掴んで、それで、回答をテンポよく解いていくってことが、重要な箇所になってきます。3番は得点源にしたいところですね。で大問4に関してなんですけども、これは、10個の、文が与えられていて、それの、T と F を答えていくっていう、正誤問題になっています。なんでそのこの文章もかなり長めで、その10個の選択肢について、本文と一致するか、一致しないかというところを判断していかないといけないというところになりますので、まず最初に10個の選択肢をあらかじめ見ておいて、どういうところに注意してこの長い長文を読んでいかないといけないかというのを事前に把握しておくことが重要になってくるかと思います。なので選択肢に目を通して要点を絞った上で、そこに注意しながら長文読解をしていくことが重要になってきます。これだけ長い文章なので、ポイントを絞って読んでいかないとちょっと時間切れになってしまうというところが、注意点かなと考えています。で大問5についても、そうですね、これも一般的な英語の長文問題になるんですけど、分量またかなり多いです。で第6問についても文章が与えられていて、空所がいくつか、10個あって、その空所の中に語句を補充していくという問題になります。これは品詞の理解度であったり語法の理解度っていうところが、また1個ヒントになってきますので、そちらの知識も深めておくようにしてください。で、そうですね、他の青山学院大学の学部と比べても求められている英語のレベルっていうのはかなり高いです。なので、マーチレベルまでは必須、やっておきた英語長文500までは必須として、できれば早慶レベルの方まで入っておいてもらいたい内容になっています。ポレポレとか、英語長文ハイパートレーニングのレベル3だったり、ポラリスの2だったり、やっておきた英語長文700のレベルまで余裕がある方はぜひやっておいてください。でまたこの90分間で、6題、しかも記述問題もかなり多く含まれてますので、そこを素早く処理していくっていう練習が、とても重要になってきます。過去問の対策もしっかりしておくようにしてください。でまたその分野別のその要約だったりとか自由英作文の対策も別途必要になってきますので、こちらも力を入れてやっておくことが合格には絶対必要なところになってきます。かなり大変な試験にはなりますが、しっかり対策を行って合格点を取るようにしてください。今回は以上です。